えー、僕たちの洗脳社会というですね、1995年にあの僕が書いた本です、えー。表紙はですね、まだ無名時代の村上隆のアート作品ですね。で、裏表紙がですね、ここがですね、ISBN コードの読み方になってるんですよ。で、<laughs> ISBN コードの読み方、これ、この部分をアップにしたら、こうなってるんですけども、あの、みんなが持ってる本もですね、裏にあの、ISBN コードがついてるんですよ。で、えー 国際標準図書番号って言うんですけども、最初のですね、3桁ですね、978、これどの本も同じです。978は ISBN であることを示すプリフィックスというやつで、バーコードを読んだ時にですね、この978っていう連続の3つの数字が来た瞬間に、あ、これ ISBN コードだというふうに自動的に機械が判断するんですね。 で、次の四がですね、日本語の書籍であるという、あの、これ、あの、記号です。この四、えー、桁目がですね、一だったら英語、二だったらフランス語、三だったらドイツ語、四はですね、日本語です。で、次のですね、ゼロ二ていう、この二桁はですね、出版社番号ですね。朝日新聞出版だからですね、ゼロ二です。で、次の六桁ですね、この二五六九二八はこの本に関する固有の番号です。本に割り振られている六桁の番号。 で一番最後の8はですね、ちょっとややこしいんですけども、あの、12桁のバーコード表示をですね、読み、読み取れてるか、機械が読み取れてるかのですね、チェック用のですね、モジュラス10っていうですね、えー、チェックデジットというやつですね。まあ、めちゃくちゃ複雑になるんですけども、1桁ずつですね、えー、かける1かける2かける1かける2かける1かける2というふうに、あの、かけ、あの、1、2、1、2倍ずつして、それで出てきた数字をですね、それぞれ、 一桁目と二桁目をそれぞれ分けて、で全部を足して、で足,しでその足した数字のですをです、ね、また一桁目と二桁目を足してで、最後にですね、10からそれを引いてですね、っていうようなことをして出てきた数字が8っていうやつ。これはあの、えー、バーコードをですね、読めたかどうかのですね、チェックに使われる数字です。